はい、皆さんこんにちは、X よしです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、大阪の花博の後の、佐久横の花館のある、鶴見緑地公園の方に来ております。今日はですね、インポーテッドモーターサイクルズ、要は言いたいのは、輸入車だけのね、バイクが集まったショーがあるっていうんで、Facebook で見ましたんでね、来たんですよ。はい、まあ今日もね、結構たくさん、ちょっと後ろ映りませんけども、後ろね、かなり色の車がね、あるんですよ。ちらちらっと、ほらこれね、ダーッと並んでしょ。ねえね、エストリアなんて来てないわ皆さんね、いいね、ご自慢のハーレーとか、うちの横にあるの、これ何やったかな、 R1? ヤマハさんとかね、横にあるんですよ。はい、まあ今日はね、試乗もあるということでね、まあ、どんだけ乗れるかちょっと分かりませんけども、ちょっとね、できたら試乗したいと思います。ロイヤルエンフィールドさんのね、ハンター350が出てるとか出てないとか言ってましたね。乗れるかどうか分かりませんよ、余計なこと言うの、言わないでおきますけど、まあそういうことでね、はい、ちょっと見てください。はい、good morning and good afternoon, overseas friends. I'm Hex Yoshi. This not today is reporting the imported motorcycles of exhibition at Tsurumi Ryokuchi Park at Osaka City. This exhibition is not concerning with the motorcycle show of Osaka 2023.There are less people coming in comparison with the motorcycle show, the 2023. And also, this exhibition motorcycle show has a program, test ride program. So there are many people waiting for to test ride. And it takes about 1 hour or 1.5 hour. So I have to wait for a long time. And also, test ride program has several motorcycles to ride. And one of them is Hunter 350 of Royal Enfield. But that Royal Enfield is very popular andthey're well known, so there are many people waiting to ride. Okay, so today I will do a test ride of BMW 310R for test ride. 会場はですね、こんな風な感じでして、かなりこの展示の方はね、ちょっと閑散としてます。ただしね、あっちにありますね、市場の方はですね、結構並んでるんですよ。で、私はまあ中型なんで、ロイヤルエンフィールドのハンター350か、BMW の310って言ったかな、あとベスパか、その3では乗れるんですけど、残念ながらね、大型のは持ってないんで、ハーレーとかね、あの辺はね、乗れないですね。まあその辺は、仕方ないですね。ですからね、市場の方もね、一人ね、15分ぐらいの、なんか乗せてこられるらしいですよ。こう、先導機ってずっと回っていくらしいですね。ですけども、かなり待ってるんで、もしかしたら断念するかわからないです。まあ、チャリでね、500円ね、寄付でまあ、払うのは別に構わないんですけどね、かなりね、待たなかったらダメっていうのはね、ちょっとね、っていう感じですね。で、途中で休憩入っちゃうんでね、だから、また午後まで並んでへんかったらいかんということになるかわからないから、その辺はね、少しね、まあ、燃えてたら仕方ないんでね、まあ、見てみましょうか。この辺はですね、BMW さんとか、これ、トライアンフさんですね、のコーナーになってます。トライアンフさん、この前、モーターサイクルショーで出てたやつはあるのかな、スピードツインとかの辺が出てたんかな、もしかしたらね、あって。これは何でしたっけ？あ、ボンネビルか。T100 ってやつ。なんかちょっとエストリアに似てるようなね、感じですよね。これは BMW です。BMW。これは R1250GS ですね。
でかいわ。ですからね、やっぱりね、見てますとね、こういうところとかね、ハーレー乗る人ってね、みんな僕らよりずっと体格もした方が多いですね。それが特徴かな。BMW。エンジンもかけてもらっておられますね。こっちが、ベスパさんかな。ベスパさん。で、アプリリア。これやっぱおしゃれですね、アプリリアのね、いつもね。モーターサークスはあんまり出てなかったんですけどね。ですけど、ここはゆっくり見れます。それはとてもゆっくりですね。アプリリアさんの方は、モーターサイクルショーの方はね、コロナの関係でね、ちょっと縮小されておられたりするんですよ。で、今日はアプリリアさんの会社として出ておられますんで、ですからかなりね、ゆっくり見れて、また好きな方はね、かなり商談とかいうような感じになるんかな、というような感じです。でね、こっち見てください、こっち。ロイヤルエンフィールドさんの方はね、すごく人気なんですよ。これすごく集まってんの。僕もね、ハンター乗ってみたかったんで、ね、今日乗れるかな、ね、ロイヤルさんの方のね、ロイヤルエンフィールドさんのご担当に話聞いてたんですよ。ロイヤルエンフィールドさんの方の、ユーロ5規制の対応車だったかな、からは ね、メーカーとして3年保証なんですって。だから普通でしたら2年保証じゃないですか。まあメーカーさんがね、大概2年だと思うんですけども、ロイヤルエンフィールドさんの方はね、3年保証で1年間伸びるって言ってますよ。でこれをね、チョイスに入れていく方だったら1年保証があるってのまたね、心強いなというの思いましたよ。はい、ちょっとそれは聞きました。はい、こっちはドカティさんですね。走る宝石ですね。インディアモーターサイクルさんですね、これね。この辺は私らでもすいません、あんまり縁がないんで、はい、インディアンさんとか、ハーレーさんね、ハーレーさん好きな方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけど、こんなとこですかね。こちらはファンティックさんの方のバイクですね。キャバレロって言ってやつですって言ってやって、こっちはねイタリアらしいんですよ。であっちの方はね、また別のメーカーっていうことなんで、ブリクストンって書いてある絵ですけどね。これって何 cc のやつなんですか。これはね500ですね。これも500ですね。ファンティックさん、イタリアのメーカー。試乗会の方なんですけどね、やっぱりねかなり並んでまして、で、昼の部からなんですよね。1時間待ちになっちゃったんですよ。まあこの辺はね仕方ないなと言いつつもね。でもそうですね、ロイヤルエンフィールドのねハンター350はねやっぱり長蛇の列なんですよ。もうそれはねやっぱりそうかなと思って、やっぱそうでしたね。で、チョコさん の担当にいらっしゃったら聞いたんですけどね、まあ、店の方に来てもらったら気楽に使用できますからね。まあ今日は申し訳ないけども時間かかっちゃったけども、来てくださいという親切なご案内でしたんで、まあそれはねまた改めて、あれしようと思います。はい、ですから今日はね BMW のね G310R か、なんかストリートファイターみたいなやつね、あれが乗れますから、それにしようと思います。はい、トライアンさんのねスピードツイン900が出てるんですよ。これね大型だったら乗りたかったな。残念ですけどね、中型までしか乗れないんで、残念ですけどね。スピードツインね、これもね資料にあったみたいですよ。
そうですけどね、やっぱりね、試乗会があるということでね、皆さん、たくさんね、来られて、まあ、本当にどこもかしこも、コロナでね、試乗会をやめてしまってたところがあったから、それから言いましたらね、たくさんね、来ておられて、まあ、それはね、いいチャンスを与えていただいたと思うんですよ。ただやっぱりね、人気者数が、ロイヤルエンフィールドさんね、ハンター350なんか、長蛇の列ですよ。それは別に大型排気量とかそういうの別にしてね、かなりね、人気があったように思いますよ。はい。あとはまあ、ハーレーとかその辺はね、みんな、やはりあれですかね、好きな方は、ね、凝り固まってるから、そんなにね、すぐ乗れるという感じで。BMW とそのハンター350が一番多かったですね。はい、どうもありがとうございました。はい、今日はこの辺で失礼いたします。さて、今回いかがだったでしょうか。またね、皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。